まるでタイムマシンに乗ってるみたいに。はあ、もう一度あの釜飯屋の看板の下にたどり着くことができそうなんだ。ああ、ご先祖様ありがとう。俺は二度と同じ失敗は繰り返さない。俺が裁く。少し違う。だけで冗談じゃねえぞ。やれやれだぜ。スターフィンガー。いつかこの想いだけは届けるぜ。